グリーングリーンはアメリカ合衆国のフォークグループニュークリスティ・ミンストレルズが1963年に歌った歌である。なおニュークリスティ・ミンストレルズの日本版シングルのジャケットでは中黒を入れてグリーングリーンと表記されている。メンバーだったバリー・マクガヤとランディス・パークスが作曲しこのグループの最初のヒット曲となった。その後も多くの歌手にカバーされている。 マクガヤはこの曲のヒット後に、ソロ転校し、イブ・オブ・デストラクションが、ヒット、ママスパパスを発掘しスカウトしている。グリーン・グリーン・リング・オブ・ファイア歌、ジョニー・キャッシュ・グリーン・グリーン・コットン・フィールズ・グリーン、グリーン・トゥデー・グリーン・グリーン風に吹かれてフランス語版は、レス・スーパー・ジェッツが英語版と同じ、グリーン、グリーンの曲題で歌ったものや、ダリダが歌った、ディング・リングがある。ドイツ語版は、 ニュークリスティ・ミンストレルズが自ら歌った GRN、GRN GR イストテネシーのほか、これとは別の歌詞のクリフ・リチャードが歌った Do, ジュゲファルスト・ミアーソー、ブルース・ローが歌った GRN、GRN GR ガール。その他、アンルーイーズ・ハンソンが歌ったスウェーデン5番、ディング、ディング、レンジャーズが歌ったチェコ5番、V、メートル、V、メートル、 ビョルンティドマンドが歌ったデンマーク5番、BL、BL、ゲオルクダリボが歌ったフィンランド5番、マーンチェがある。片岡明の詩、片岡明による日本語版の詩は7番まで存在するが、これは原詩の翻訳ではなく独自に作詞したものである。片岡明の詩にはパッパが頻繁に出てくるが、原詩にはパパは一切登場せず、出てくるのはママのみである。日本では、 片岡明の作詞により父とこの対話と別れを描いた作品として知られており、学校での教材にも使用されている。歌詞中にある二度と帰ってこない遠いた美人に出かけたパパの心情に何が起こったかに関しては、下記の通り様々な解釈が存在するが、作詞した片岡明自身は読み手がどう解釈するかは自由であるとの発言をしている。 片岡明による日本語詞は1974年以後何度か日本の音楽教科書に掲載されている。通常、小学生の章下としては3番までの比較的明るい歌詞内容の部分までしか紹介されないが全部で7番まで歌詞があり4番目以降から歌詞内容が急に重くなる。NHK みんなの歌の番では歌詞番号が進むにつれ半音ずつ高く転調してゆき 歌詞内容と、裏腹に前向きな雰囲気を醸し出す。遅かれ早かれどうにもならない、血が不可避であるという現実にめげず、精一杯生きていこうという応援歌であるとの解釈が、一般的である。また、同じく NHK の、歌のメリーゴーラウンド、お母さんと一緒、真剣十代喋り場、ドレミのテレビでも使用された。キャンディーズが1974年に発売した、アルバム、 涙の季節にも、キャンディーズと日本大学理工系アメリカ民謡研究会との共演で一部を片岡明の日本語詞、一部を英語詞で歌う同曲が収録されている。その他の日本語詞1964年に、デュークエーセスがアルバム、花はどこへ行ったで片岡明の詩とは異なる日本語詞で歌っている。2012年発売のアルバム、プレミアムツイン、 ベストデュークエーセス、世界のスタンダードを歌うにも収録されている。1971年には、ザ・ドリフターズもアルバム、ドリフターズ再び全員集合で取り上げているが、片岡明の詩でも原曲に、忠実な役詞でもなく、この曲のメインボーカルである、加藤茶のキャラクターに沿った新たな詩が付けられていた。先日の通り、NHK のみんなの歌で放送されたが、 放送されたのは1967年の4月から5月までだった。役史は片岡明、編曲は小森明宏で、歌は杉並児童が唱団が担当した。放送では7番まであるうち、1.23.7番を歌い、7番は後半のサビの部分を繰り返して、コーダ部分は縮小された。1.23.56.7番の部分は青空にはだが、4番だけは、 まぶたには涙溢れの部分となった。当時は主にキングレコードから発売されたみんなの歌 LP などに収録、その後もキング発売の CD に収録されたものの再放送はされてなかったが2011年からのみんなの歌発掘プロジェクトで音声が発掘され2016年6月から7月に ラジオのみで49年振りの再放送となる。更新の横浜時代は別の曲だった。ありがとうございます。